あ、来た来た来た。今は「おはようございます」なのかな。チュリース。嘘だ。嘘。私今思いっきりテロップに「おはようございます」って入れちゃったよ。どうやって書けばいいかな。こんばんはなんだ。こんばんはじゃない、こんにちは。まだ頭が寝ぼけてる。おはようございます。こんにちは。どっち？こんにちはか、やっぱり。こんにちは。ほら、みんなおはようって言ってるよ。みんなおはようって言ってる。フルーツ食べます。ヤッホーみんな。もう諦めたからヤッホーにした。今日はパシフィコ横浜で握手会です。みんな来てくださいね。来てくれるかな？来てくれることを祈る、野村美桜は。来てくれるって。やった。ニコ生出てね。多分出ます。いける、出れるように頑張る。何食べてるの？フルーツ。フルーツだよ。桃あるよ、桃。どんな風に映ってるのか見たいから、タブレットさん呼ぶ。皆さんは朝ごはん何食べてました？正確に言うと、これは朝ごはんじゃなくて、ただお腹が減ったから食べてるだけだけど。うんふふ。あ、映ってる。いい感じ。今日の私服は隠すために今この上着着てます。そう、髪型とかもね、まだやってないよ。何も。前髪切ったよ。前髪切ったのってきた。前髪切った。ちょっとね、濃くなってたから薄くしてもらった。わかる？眉毛が見えるようになってるの。こういう形の眉毛ある。何の柄？リボンついてるやつ。おはよう。もう会場にいるようだって。わーお。会場にいる人見てますか？やっほー。そう、前髪すいたの。イェーイ。まあ2日間どんな服を着るのかはお楽しみで。そう、内緒やん。洗い物してくる。いってらっしゃい。そう、前髪薄くなったでしょ。いつも切ってもらってる人にもね、前髪濃くなったねって言われた。ネガイちゃんブースで踊ってた。へえ、あ、あれか、気まぐれステージかな。今日は握手会だよね。握手会で抽選で当たった人は何が
もらえるとかあるの？今日は桃いい眉、ありがとう。ののちゃんと何するの？秘密。秘密っつう。何があるんですか？今日はその握手会の抽選あるかな。ツーショット。ツーショットかな。そう、把握してしきれてないんだ。私って何時からだろう。今日の握手、それ自体もわかんない。どう、何時？私。把握しきれてない。ニコ生姉妹でできるかな、わかんない。意外にね、時間いつも噛み合わなくて会えないんだよね、会場で。今日姉ちゃんずっといる。うん、そうなんだ。まだいないけど、でもわかんない、私がずっといないかもしれない。そうなんだ。みんな4時半に会いに来てね、待ってます。あ、そっか、それの方が先なのだ。じゃあ先に気まぐれステージに遊びに来てから私の握手会にください。会いに来てね。遅刻しないように気をつけます。桃でかすぎて、なんかこのフォークと大きさが、このフォークより重い。たっぷり寝たよ、めっちゃ寝た。今日いろいろ食べよ、お腹減った。何分に終わろうかな。何分に終わろうかな。そんな長くできないんですよ。だからどうしよっかな。いつもお腹減ってるのに。そうだよ。だいたいね、すぐご飯食べて30分したらお腹減る人だから消化早い。じゃあ50分に終わろうかな。どうしようかな。多分でももう荷物まとめてあるから荷物持ってペッて行くだけだから、ペッていくだけだから。どうしよっかな。ペッペッペー。どうしよう。別になんか忘れ物してそうもないし大丈夫だった。じゃあ50分に終わります。うまっ。DMM 見てて、にやまるの最近のステージパフォーマンスがいいなって思ってます。ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえると。
そう、もう青春ガールズ公演も20回とか行ってるし、パーティーと同じぐらいなんじゃないかな。DMM だけど全部見てる。ありがとう。そう、早いよね青春ガールズ。まだ5回ぐらいしかやってない感覚なんだけど、早い。お母さんいるよ。ドーナツの CM 来ますよ。待ってます。ぜひやらせてください。皆さん、野村美桜がドーナツの CM 狙ってますので拡散お願いします。ドーナツいいね。 CM したい。イエーイ。拡散してください。私、何の CM が似合うと思いますか？何の CM してそうですか？私スポーツドリンク。日焼け止めとかやめてよ。日焼け止め効果ないじゃん、こんなの出てたら。真っ黒だよ。シャンプー、あー、髪の毛でもシャンプー何使っても傷まない人だからな。蚊取り線香だって、なんで。メディケットいいね、持ってる、愛用してるよ。クローズすーやばい。あ、いいねいいねいいね。猫のご飯いいね。猫関係いいね。コンタクトレンズしてないよ。目薬もね、打つの苦手。ななちゃん人形と共演いいね。ななちゃん人形と共演して名古屋のアピールしたい。プロテインプロテインやばい。アイスの CM いいね。アイス好きだよ。何食べてるの？ドーナツ。ごちそうさまでした。みよまるの分まで暇してる。暇してるのか。何してたらいいかな。今ショールームしてるし、でショールーム終わってから暇だよね。ショールーム終わったら私がメール送るね。じゃあ、あれでも情報解禁後だか。最近前だね。うん。宮丸の、いや、宮丸に公園で振る内輪を作ろう。いいね。いいね、いいね。すごいの作って。了解です、だって。作って作って。次の公園で内輪たくさんあると嬉しい。前ね、ちょっと前の公演で最前列の人たちがね、最前列に私のファンの方が3人くらいいて、でその3人とも全員私の見ようとか見終わるって書いたうちは持ってくれてて、もう嬉しかった。
そうで女の子だったのね、一人女の子で。最近向かに髪の毛染めようかな。エステして、赤髪じゃん今。緑、黄緑ってあるのかな、髪色で。緑とかあるかもね。そう、若い女の子が2人並んで、1人はマリンちゃん、1人は私っていう、うちは持ってて、なんか嬉しいなって思った。イエーイ。黄緑にするの？ぜひあなたも。そこのあなた、髪の毛を黄緑にしてください。黄緑。でもね、前ね、あれなんだっけ、写真会の時かな、誰かがちょっと前にあの髪の毛をリコリンのサイリウムカラーに、こっちからこっち赤、こっちからこっち青だったんですよ。すごい。そうだから、うわリコリンだって言ったら、えなんでわかったのって言われて、でも次のイベント、次のイベントの時にその人が来て、その人はもう 黒髪に戻ってたのね。なんで黒髪なのって聞いたら、髪の毛が傷んできたからって言われて。リアル。そうで、あそうなんだって言って、じゃあ次は黄緑に染めようねって言ったら、いやもう髪の毛死んじゃうって言われて、でその次のイベントで、なんかだんだん髪の毛伸びてきて、傷んでるところだけ切ったら黄緑に染めるねって言ってくれた。イエーイ。人がいて、そう嬉しかった。だから今日か明日もし来てくれたら黄緑になってるかも。な、髪の毛が伸びきって傷んでるところを切って染めるって言ってたから、もうそろそろじゃない、わかんないけど。じゃあさ、うん、全身黄緑色の服着てきてくれたりしたら嬉しいの。めっちゃ目立つよね。めっちゃ面白い。でもいいと思う。でもね、劇場公演とかでたまに蛍光色の服を着てる人がいるのね、うん、蛍光色の服着てる人はすごい目立つ、うん、照明が真っ、照明が真っ黒になったら、真っ暗になったらその人だけ光るの。だからステージから見てて、あの人光ってるって思うの。光ってるって。なんか黄色とか蛍光色の人光って見える。目立つ、本当に目立つ。多分みんな分かると思う、見ててステージに立ってる人は。いいよ、目立ちたい人は蛍光色着た方がいいよ。目立ちたくないなっていう人は黒目の服。次のアクフの時染めていきますね。お、待ってるよ、顔知ってるからわかるよ。絶対だよ。全身黒でいきます。いいね、全身黒いいね。そう、うちはもう蛍光色。私あれだもん、黄緑だから結構光って見える。あ、みんな蛍光色になったら絶対眩しい。ちなみにあと2回で公演50回出演。そんなことになるんだね。え、もうそんなに？嘘、50回も出てる？嘘だ、50回も出てるんだ。感覚ない。早いね、50回も出てるの。すごいわ。いないと思う。どうしよっかな、もうそろそろ終わろっかな。時間がもうそろそろ来そうなので、ここら辺で終わろうかなって思います。みんなありがとう。
すごい、全然やってないのにもうちょっとで3000人いきそうだよ。ありがとうございました。また後で4時半かな、イベントで待ってます。ありがとう、ありがとう、バイバイ、イベントで会おうね、バイバーイ。